こんにちは、モーカンゴ交通モーです。よろしくお願いします。今回ですね、鹿児島市電の、谷山電停ですね、谷山停留所の方にやってまいりました。ですね、この、谷山電停なんですけど、鹿児島市電のですね1系統の、まあ、終着駅にですね、なっております。で、まあ、今見ていただいたら分かると思うんですけど、ここはあの一応ですね2面こう止まるようにねなっています。はい。でですね、今はとりあえず1台来てるということで、まず、私のいつも通りまずトイレの方からね紹介したいと思います。まあ、トイレはねそこの方をね、右側の方にこちらから見て、男性用女性用とあります。で、個室は一応和式でした。はい、男性の方はですね。で、こちらがねちょっと古いですけど、洋式トイレですということでね、高齢者の方はね、障害者の方はこちら使ってくださいということで、ちょっと中は覗かなかったんですけど、古いですけど一応その車椅子、とですね、まあ、多目的トイレということに、ね、なっていると思います。はい。で、鹿児島市でのね、メインのこの、緑とこの黄色のねちょっとうるさいこと、エアの音がしてましたけど、これが今止まってますけどですね。はい。で、あとですね、ちょっとまた手当て展開してですね、まあ、鹿児島市の案内図ということでね、こういうのがあって、はい。で、ですね、で、ちょっとまあ電停、こちら一番大きな電停なんでちょっと紹介をいろいろしていきますけど、今度の発車2番ホームとか1番ホームとかね、これ表示があって、これ同時に着くとどっちから先に出るかわからないということでね、はい。で、まあ、親切な案内板があってね、あちらもちょっとそのどちらから出るかっていうのもね案内してもらってます。今回2番というかです、そちらの方はですね。で、こっちの方にも先ほどは市電ついていましたので、はい。で、真ん中のホームが要するに、から乗り込むということですかね。今右が空いてますからね。はい。でですね、まあ、この辺が市電の路線図みたいなのがねここにありますね。はい。で、まあ、市電で行く最寄りの観光地ということで、ね、こういう案内板があって、でここがですね、あとこの周辺のね、谷山電停の周辺のこの、案内板というかね、でここはですね実質、鹿児島市電で、乗降客室が第2位です。はい。大体今、最近のデータで、最近というとちょっと何年か前かもしれないですけど、5,000、800人ぐらいですのでですね、乗降客の方が。ですので、まあ、郡本が一番なんですけど、まあ、実際ですね、乗り降りというか、まあ、乗られる方、本当に今の乗ってということで、用事で近隣の方とかね。そういう部分では実質ここじゃないかなというふうに私個人的にはね思うんですけどね。まあ乗降客のデータでは2位ということなんですけど、はい。で、ですね、先ほど映しましたように、このもう一回すみませんね、いっぺんに言えばいいんですけど、この谷山電停ね、現在地で書いてますけど、これ今東谷山というところとですね、この小松原というところ地区なんですけど、1丁目2丁目とかねこう書いてますけど、その辺りの間にあります。で、ちょっと下の方に見ていただいたらですね、谷山駅っていうのがねあると思うんですけど、これ本当に三鷹に近いと思うんですけど、実際は5、600メートルほどあって、ちょっとこの、長田川をね渡らないといけないということで、実質乗り換えという部分ではね、ちょっとまあ普通に歩いてはいけないことは全然ないんですけど、5、600メートルなんですけど、ただちょっとね、高齢の方とか障害のある方にとってはかなりちょっときついかなという部分があります。はい。で、あと谷山中央とかね、この辺も谷山の中心部の方になっていきますので、鹿児島市南部の副都心ですかね、迷ったらですね、この谷山駅周辺がですね、まあ、この谷山電停も含めてですね、はい、だから人口というかね、乗り降りされる方非常に多いです。で、こちらのちょっと見えてますかね、清和というところが、自由が丘に中山というところがあると思うんですけどね、この辺りもね、割ともう人口がかなり増えてきてます。はい。で、この先の、中山小学校という小学校があるんです。そちらは鹿児島市内で確か
児童数が最多だったと思うんですけど、今現在どうなってるか分かりません。はい、ということで、非常にこの利用される方が多いということで、実質ここじゃないかなというふうに個人的にはね、思います。はい、でまあ、こちらの方がね、一応、まあ、ちょこっとだけ見せますけど、6分間隔とかね書いてますね。9時から、7分間隔とかね、これ見えますかね、6分間隔とかね、うん、ですからね、まあ、これあれ非常に便利がいいです。もういつも言いますけどね、非常に便利がいいです。はい、で今、また1系統1系統というか、まあ、1系統しか来ないんですけど、谷間って書いたあの1系統のね列車が来ました。はい、でおそらくここに着くと思うんですけどね、この1番ホームに着くと思うんですけど、ちょっと、市電の方のねホームページを見たら、こちらにもし止まってたら、今あそこに止まってる、あそこで乗り降りする、だから3台止まる場合ですねらしいんですよ。実際あそこに今止まってる列車のところにホームがあるんですよね、国道側225号線側に。そちらの方に止まって乗り降りされるパターンがあるらしいんですけど、実際止まってるのもしょっちゅう見るんですけど、ただそこで乗り降りしてるのかどうかっていうのが分からないんですよね。だからもしあのね、鹿児島市電谷山電停をねこう利用されるお客さんが私の動画を見ていただいてたらね、そちらの方もしあれだったらコメントかなんかで書いていただければねありがたいんですけどね、あそこに止まってるのはよく見るんですけどね。ただこの市で鹿児島市交通局のね、まあ、ホームページとかそういうのをなんか見ると、こちらに2台止まっていて、3台目があそこに来た時はあちらで乗り降りするみたいなんですよね。あ、今バックしましたね。だから本当にこの動画を取り出してこう改めてね、いろんな発見があるということなんですけど、はい、ということで一旦ちょっとねこの外に出てみますね。はい、まあ、ここはね鹿児島駅前電停同様、すごくちゃんとこの屋根もあるしね、はい、だからまあいいですよね。この鹿児島駅前の電停とこの、谷山電停はね本当に、まあ、中央駅もですけど、この3つはね割と、まあ、もちろん乗降客も多いですけどね。はい、でこれ谷山、って書いて日本最南端の電停って書いてるんですけど、これですね今からなんか10年ほど前にね、鹿児島市でなんか100周年を記念してこう建てられたらしいんですよ。実際まあね10年ほど前に建てたらしいんですけど、最近気がついたというか、ね、もうしょっちゅう来ててもねこういうの全く気がつかないんですよね。でこちらの方にちょっと書いてますね、大正元年にね12月1日竹の橋電停から谷山電停間においてということで、ね、こう電車が運行されたみたいです。それを開始してで平成24年に100年経ったということで、その日を記念してこの日本最南端の電停というこの指標というかね、あれが立ったみたいなんですけどね、はい、北緯31度31分ね、はい、でした。であとですねちょっと駅前の周辺をねちょっとご案内させてもらいたいと思うんですけど、こちら横はね地元のタクシー会社さんのねタクシーがねあります。ここだからもう電停を降りて谷間電停を降りたらねタクシー利用される方はもう地元のこのタクシーを利用されるみたいですね。はい、まあ、今出ますね、はい、もうだからここね、この辺はねここまあその地元のタクシー会社さんの駅前ビルですけども、この辺はねあんまり変わらないですよね。はい、なそこは前がねすいません、その前がね蒸気屋さんかな、ここ建物が変わったかもですね。なんかね、この交差点の作りというか見た感じの作りはね、私がこちらに来た20年弱前と全く変わってないです。だから建物自体はね新しくちょこっと店が変わったりとか綺麗になったりとかしてますけど、交差点とか街の作りね変わってないですね。ここは谷山電停前の、まあ、
信号ということで、225号線、225号線ですね、谷山街道です、はい。この辺だからね、あんまり見た感じはね、建物自体は若干いろいろ入れ替わってるかもしれないですけど、それ以外はね、あんまり変わってないですね。はい。はい、ということでね、はい、だから先が、谷山駅の方面ね、はい、JR の谷山駅方面になります。はい。で、先、情報高校という高校があります。はい。で、ちょっと、はい、言い忘れましたけど、まあ、大体こんな感じなんですけど、要するに、利用客数が、乗降客数が大体5,700-5,800人と、近日のデータがですね、で実際地元の方、通勤の方、通学の方がね、この谷山電停利用されるということ、あと降りて行かれる場合、その今映しました情報高校、鹿児島情報高校で近くにもラサール高校があります。はい。でそんな感じですかね。通学またね、言い忘れてる可能性もあるんですけど、通学の方かね、うん。でイオン、鹿児島イオンさんのバスが出る停留所も今225号線のところにはありますし、でね、本当に通勤通学でこちらから乗って行かれるパターン、あるいはこちらで降りて最寄りの、学校とか、会社とかですね、まあ、いろんなところに行かれるパターンっていうのがね、はい、あります。はい。だから本当にここもあれですよ、今ちょっと JR がね、こう通ってこうかね行きましたけど、非常に多いですね。私らもお客様を送ってくることもね、もうしょっちゅうありますからね、こちらはね。はい。ということで、あとちょっとね、ちょっと大事なことがもうちょっと若干あるんで行きますね。はい。でここバス停がねあって、見ますかね、そこ進入禁止になってるんですけどね、こうちょっとしたロータリーがあって、はい、ロータリーになってるんですよ。でここももう作り自体はね昔と変わってないです、このロータリーの作りはね。はい。でね、ここのバス停なんですけどね、これ時間によって規制があって、まあ今ちょっとごめんなさい、来ましたね。3台目があそこに来たんで、3台目というかもう2台出たから、うん、あこうが先ほど初めの方に言いました、あちらに着いた場合ね、こちら2台着いてたらあちらで乗り降りするということで、でねこっちすいませんね、7時から22時までバス停前の道路は車両通行止めですということでね、要するにこちらの方に入ってこれないということなんですね、朝の7時から夜の10時まで。でねたまにこれをね見落としてね、これね進入禁止のマークに下に路線バスを除くて7時から22時という、はい、書いてるんですけど、これたまに見過ごしてここ入ってくられてね、まあ違反ですわ。で警察の方にこう切符切られてる方ねたまに見ますので、はい、まあね地元の方以外利用してこちらの方に来ることは、まあ、車ではないと思うんですけどね、まあ、その辺でちょっとね気をつけてもらえればと思います。はい。で唯一か本当に大きく変わったかなと思うのはここです。はい。結局 JR ね高架の始まりがねもうちょっと先かな、ちょっと渡りの相談ほどね、うん、ずっとねこう谷山駅の方に中田川渡ずっと上がっていきますよ。はい。立派な高架の駅ね、 JR の谷山駅、はい、でここ自転車置き場ね、で先の方からねずっと上がっていくんですね、うん、なんかこの右側今車が来た右側の道路自体はもう変わってないんです。要するに線路が昔はその地上でずっと走って、ね、長田川を渡るところだけ高架になってましたけど、ね、鉄橋になってましたけど、もうそれが完全にもう先からもう高架路線に、ね、なってこんな感じになったということですね。はい。で自転車置き場もねたくさんあってね、先ほど言いましたように住宅街がねこちら懐の深い住宅街たくさんあるんで、通勤通学、うん、まあ買い物とかも含めて自転車でこう来れる方なんかね、
自転車利用されてね、ここだけ見たらね、なんか大阪のその下町というか大阪の町のあの住宅街の駅のなんか自転車置き場をなんか想像するようなね、はい、なんか懐かしいという言い方はあれですけど、はい、なんか、はい、自転車いっぱいあるとね関西を思い出すんですけどね、はい、実際その平坦地がね鹿児島の場合少ないんでね、だからこういう平坦地のところは本当に自転車利用してもらうことがね多いんですよね、はい、だから自転車は便利いいですからね。で実際前にちょっと動画上げたんですけど、JR 早田駅なんですけど、あちらか国分平野ね、平坦地の国分平野の、まあ、駅、国分平野にある駅なんで、あの辺りも平坦なところがね多いんで、割と自転車が多かったと思うんですけどね。だからちょっとこう高台にあるような駅とかね、まあ、広木駅がちょっと以前紹介しましたけど、広木駅なんかはね自転車もありましたけど、そこまでちょっと多くないんじゃないかなというふうに自転車はね思います。まあ、止まってましたけどね、はい、でここは駐車場ですね、はい、ちょっちょく来るんですけど気がつかなかった。ここはだから個人駐車場ですね、うん、若干16番まで買えるか16台止めれるのかな、うん、ということでね、はい、で今もうバスが、はい、行きますね。今ちょっとこれ小さなバスですけど、もうちょっと大きなバスも入って、鹿児島市へバスがね、これは鹿児島工事さんねのバスが今出て行きましたけど、はい、黄色の鹿児島市へのバスもね来ますのでね、はい、ということでね、谷山、電停ね、こちらものすごく乗降客の方が多いという谷山電停を紹介させていただきました。はい、また、おいおいですね動画の方を上げていきますので、ご視聴、コメントよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。失礼します。